販売ラジオ。今日もいい販売で過ごしましょう。こんにちは。加納あんばいです。今日の販売ラジオのテーマは、土地の話です。私は自分でも呆れるほどの土地で、というか、思い込みでとんでもない勘違いをしてしまいます。前日の夜、 フェニチ歌劇団のオペラを聴きに行ったので帰宅は午前様、ま、慌てていつもの朝の行動を開始洗濯機を回しコーヒートイレシャワー朝食化粧新聞持ち物を揃えて洗濯物を干しながら家族を起こすこの一連の動きはいつもは5時過ぎから7時15分までゴミ袋を持って玄関を出るまで続きます。 その日も少々急いだものの超スピードでこなしいつものように出勤いつものホームから走り込んで電車に乗るうまく座れていつもの駅で降りたところがいつもいるはずの病院専用バスが止まっていないおまけになんとなくいつもの駅前と雰囲気が違うバスを待つ病院の職員が一人もいないえっ、ー ここで時計を見ると7時2分。まさか通行人に時間を尋ねてみると7時2分。そう私は朝起きた時から5時32分を6時32分だと思い込み時間を確認していたにもかかわらず何分かだけを見ていつもの行動を少し慌てて超スピードでいつもの通りにしていたのです。 確かに私は禁断で思い込みの激しい人間で梅雨明けの朝の日差しは強くていつもの朝のようでしたでも我ながらこんなにドジだとは思いませんでした仕方なく駅からタクシーに乗り病院に向かう道々考えました疲れた頭を乗せた体はいつもの行動をこんなにも惰性でやってしまうの 頭を働かせずに勝手に体が反応し動いている。これがヒューマンエラ。ー。こうやって事故は起こるべきして起こるんだ。この話を人に話すと、そんなドジはあなただけよって言うのが大半の人の見解でしたが、なんかちょっと変だって思いつつも、いつもの行動をとってしまった結果、信じられないような出来事が起こる。 っていうことは誰もが経験していましたそうなんです体にしっかりと刻まれた動きというのは認知症になっても発揮されるんです自分の便をこねていた人は昔お団子屋さんだった粘土を差し上げたら一生懸命お団子作りを続けましたゲイムルームにあるテーブルの足のパイプをねじってはすぐ外してしまう人は水道屋さんでした 今言ったことも今やったこともすぐその場で忘れてちぐはくな行動をとっている方をもう閉じてしまったその方の床屋さんのお店に連れていってあげると彼は足を組んでひょいっとたばこをく口にくわえてたたずみその姿はもう床屋のおやじが休息して一服してるっていう絵になってました。 歌や踊りもみんないて一緒なんてことは見向きもしない方に割烹着を着せてあげて差し上げたらかぜん働き者になっていそいそとテーブルを拭き始めました左胸をいつもこすってる人は背広のポケットにメガネを入れていたのでそれを探している癖だったのでしたつまりは 認知症治療病棟の不思議な行動はその方が毎日毎日繰り返して身についた行動をまた繰り返しているにすぎずまドジな私も叱りということです。本日のテーマは「ドジの話」でした。